こんにちは、夢挑戦です。今回は今も残る国鉄型車両381系特急やくもです。この日南町は小説家井上靖氏が戦時中妻子を疎開させた町でゆかりの地とされています。井上靖氏の小説通夜の客に、井上靖氏通夜の客、あの翌日夕方の急行で東京を立ち、その翌日の昼岡山で伯備線に乗り換え、あのいかにも高原の駅らしい上岩見の小さくて清潔なプラットホームに降り立った時はもう暮れ方でしたとあります。上岩見駅、鳥取県日野郡日南町、伯備線の駅の中で最も標高の高い駅で、井上靖氏の小説からも日南高原の駅との愛称を持ちます。特急やくもは2024年春から順次新型車両273系やくもブロンズに置き換えが決まっています。現在特急やくもは4種類のカラーリングの381系車両で運行されているということもあり、伯備線沿線はどこへ行ってもたくさんの同業者さんがカメラを構え大人気なのです。4種類のカラーリング381系特急やくも、2011年平成23年から白地に朱色の帯が入った現在のノーマルカラーゆったりやくも色。次は381系本来のカラーリング、国鉄色、2022年3月やくも50周年のリバイバル企画。次は1994年平成6年から2006年平成18年まで運転されていたスーパーやくも色、2023年令和5年3月から登場しています。最後は2023年令和5年11月から運転を始めた緑やくも色。この緑を基調とした車両は1997年平成9年から2011年平成23年まで運行されていました。
4つのカラーリングの381系特急役もいかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you for watching. Don't forget to like the video. よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe to my channel. 参考引用、JR お出かけネット、日本ビジネスプレスグループ、オートグラフ、井上靖氏、通夜の客、ウィキペディア、ジョルダン時刻表、トレインジャーニートレ旅、読売新聞オンラインでした。